前回のカズクラ、カズさんエンドラ直前というわけでボッコボコにするため完全な装備を整えてみた。弓矢を大量にセットして TNT 爆弾もセットする。今回あっけなく終わっちゃったらごめんな。はいどうもこんばんは、カズクラでございます。いやいや、ついにですね、復活編のエンドラ討伐やってまいりましたね。そんでね、エンドクリスタルこれね、4つでよかったの4つでよかったのかな。まあ、1個はね、予備として置いておきましょう。さあ、そんでね、装備確認。基本的にダイヤの高橋はいらないよな。まあ、メイン向きは、カズクラキャノンで下降りできたら、尖った顎で攻撃して、福井県は予備で置いとくといった感じでございます。ほんで、ガラスの瓶でね、そうなんですよ。いっぱいですね、ブレス拾おうと思っております。ただね、今回の、前回のカズクラ、あれなんだよ。ね、おちょ、これ、よしだろ、これ。いや、親御さん、先生方大丈夫ですよ。カズクラ声のちゃんと指導いたしますんで。だからですね、先生方皆様、このカズクラは安心してお子様にお勧めくださいませ。そんでですね、皆様から応援のメッセージということで、久々のこれ紹介しておきましょう。カズクラを見て学べることは、なんでございましょうね。建築技術。ああ、そうですね。そこら辺は自信あります。サブチャンネルは作った方がいい。どういうことなのかな。まあ、いいか。やり残し、ダメ。絶対。こんな人間にならないでおこうという、あれ。こら。いやー、でもですね、昔からの皆様、本当にね、ありがとうございます。ほんで、最近ですね、見ていただけてる皆様もありがとうございます。ではですね、この期待一心に背負って、頑張っていきたいなと思います。他必要なもんは何だろうな。あ、一応水入りバケツも置いておこうか。こんなものかな。一応治癒のポーションも、もう持っておいた方がいいよな。こんな感じでいっか。ではね、いろいろ確認だけして、これは一応持ってこっかな。よいしょ。福井県ウエスト預けておこう。なら。ダイヤの高橋もな。よーし、ほんでやられた時はね、これ、ここに戻ってきて、やられねえから、うん。さあ、ではですね、行きましょうか。さあ、行くぜ行くぜ。よいしょー。来たな。あ、そうだ。金の鎧がね、汚れてる、ダメージ受けてるんだったね。ちょっと待ってね。その前に、お友達。あ、来た。ごめん。お友達がまた一人生まれましたね。よかった。いやー、ここもですね、また将来的ににぎやかにしていきたいなと思います。ではですね、ちょっと待ってね。ほい。さあ、軽減ストラップやってまいりました。ではですね、ちょっとね、金の鎧をね、回復させてから向かっていきたいなと思います。あ、回復したわ。もうありがとうな、みんな。ほい。さあ、準備は万全でございますね。さて、今回のエンドラですね、こういった石ブロックとかね、触れたら壊すっていう噂もあるけど、一体どんな感じになるんでございましょうか。いや、ここまでですね、アホなことしたやつね、あんま見かけないからね、楽しい現象になるよね。ではですね、早速置いていきたいなと思います。まずですね、これ、四方にね、置いてくらしいんですけど、あ、やべ。我が弓システム、これじゃ邪魔になってたのか。やばい。めっちゃ壊しづらい、これ。よいしょ。あれ？あ、ここか。おーおー、来ましたね。かっこいいな、これ。この調子で紙幣に置いていきましょう。この真ん中のとこにね、置いていくだけで、あいて、いい感じになるらしいんですけども、ほい。で、ここでね、復活すると思うんだけど、あ、ここも爆発するんだっけな。大丈夫かな、ここの装置ね。これだけは壊れてほしくない。どうだ？あれ？あ、砂に戻った。あ、ほんで、ビームが出るって、あ、来た。広がってってるよ。いいね。広がってってる。で、どうなる？あっこに集まってんのが？え？どこだ？おー。あ、新しく塔できてんな、これ。おー、来た。あー、やべ。水が漏れている。え？来た？あ、飛んでおりますね。あとでね、討伐してくるからな。ちょっと待ってろよ。あれからです。あ、やばい。早速だわ、これ。ちょっと待ってね。おー。いいね。
あ、8個分できたね。よし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 。なんでですね、ちょっと少しずつ壊していきたいなと思います。あ、やっべ。柵で覆われてる場所あったよな。あれどうすればいいんだ。ツルハシ忘れてるよ、今回。まずいな、これ。ちょっと待って、なんかいいのあった？ちょっと待って。なんか俺預けてたっけ？お前はいいんだけど。待って。ほら。違う。攻撃とかいいんだよ、攻撃とかは、今。待ってね、いっぱい回収するから、今。あ、まずいことしたな、俺。あ、めっちゃ壊されてるし。あー、どうしよう。いや、とりあえず壊せるとこだけ壊していきましょうかね。いや、これ時間かかるぞ、多分。あ、来てる。痛い。結構飛ぶのね。よいしょ。はいよ。よし。いいぞ。まず滑り出しはオッケーな感じだな。ああいうのだよね。こんな感じはないよね。あ、丸石がある。ということは、これか。石のつるはしね。な、ぼちぼち頑張りますか。まあ、ちょっと上の世界まで行ってこようかな、これ。な、まずですね、これで上の方まで上がりまして、上でね、まあ、避ければいいんですよ、これ。上までやってまいりましたよ。上からだとね、すごい狙いやすいよね。ほい。よーし。来てる。さあ、逃げて。まずいね、まずいね。よいしょ。着地ダメージなし。いや、めっちゃ受けたな、これ。いや、まずいよね、これね。ちょっといっぱい回収しとくから、ちょっと待ってね。よし。いっぱいできてる。あれだな、あれ。はしごもね、忘れてきてるっていうね。いや、もう予想外の展開ですよ、これ。もうびっくりぽんですね、ほんとに。よいしょ。もうめんどくさいな、あれ。さあ、ここまで来ました。あとはね、この石のつるはしで、なんとかして壊す。結構やっこいね。痛い。まあ、いっか。あの、糸の目をね、くぐるような感覚で打てばいいんでしょ、あれ。はい。ああ、来たー！ナイス！おーおーおー、いいね。ちょっとね、ブレスいただきますわ、これ。ブレス職員。よし。はいはい。はい、よいしょー。せいやー。いいねー。あ、やべ、また。エンダーマンが一番強い。せい。痛い。あ、こんなとこにブレスが。ちょ、まずいな、これ。まずい。行くな、これ。待ってね。水中の中に。ごめんね。危な。今、はしご作るから、ちょっと待って。うっそでしょ。よいしょ。僕のはしご。あらー、こんなに壊しちゃって。もう。よーし、来た。よいしょ。待って、届かないかな。よいしょ。あ、届いた。天才か。いけるな。はい。あー、落ちてる。よいしょ。あ。ただいま。でも、あ、ちょっと待って、お前、しくしくやめろって。いや、今のいけるぞ、結構、これ。ちょっと待って。しくしくんやられ。まずい。なめんなよ。おい。はい、ちょ。あの装備でいけるわ。うん。よし、ただいま。どこよ。あー、あった。あれだな、あれ。あー、もったいない。よし。よし。OK牧場。OK牧場。はいよー。よーし、もこんでいけるな。ちょ、待ってろ、お前。来た。力のポーション。はい。あ、なんなら、ちょっと、前のシステム使えねえかな。動かねえ？これ、動かねえか？あ、やべ、ただの爆弾だ、これ。やばい、私もダメージ受けている。全然ダメ。うわ、痛い。あ、まず、落ちる。危ない。あ、嘘。ただいま。あれ？やばくない？ダイヤの高橋。いや、別途作戦しかなくなったんだけど、これ。あれ？あ、まずいかもしんないな、これ。ちょ、お前、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。ちょっと待って。一旦ここで。あっちの世界行ってて。ちょっと待って。ダイヤの高橋しかないんだけど、これ。ブレスも力いっぱい集めたのに。これまずいよね。ちょっと待って、一回帰るよ、これ。
あ、痛い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 、やめて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 、ここではやめて、ちょ待てよこれ。ちょっと待ってね。食料はいるでしょう。あ、ダイヤの、あ、マックス服やる。こっちからだな。いや、何よりもね、一番危ないのは、端っこにいることが一番危ないよね。落ちちゃうからね。さあ、行こう。さーてと、こっちだな。さあ、ではね、こんな感じか、装備的には。エンダーパール結構必要なんで、ああ。さあ、行こう。さあ、行こう。痛い。はい。やっぱ回復してるよね。はい。よし。あ、来た。私のベッド作戦はどうしようかな、これね。あいつが来ないことにはね、何にも始まらないんだけど、下手してエンダーマンとかに当たっちゃったりすると、こっち襲いかかれても困るしね。どこ行ったあいつ。あー、またあっちだ。お前、意外に焼けねえ感じになるの嫌だぞ、これ。やべ、やべ、遊んでる。エンドラさんが遊んでる。ベッドでとどめを刺す。さあ、車よい、こっちに。ま、ちょっと待てよ、お前。待てって。行っちゃうよ、もう、このまま。このまま行けるか、それとも。はい。お？あ、行った。あ、行ったね。あ、経験値。経験値。あ、やべ。あれ、そう、言うほど経験値ないんだ。あ、最後集めないで。よし。疲れた。私の対策したやつ、本当に無駄でした。はい、とまあね、本日はもう編集でかなり短くなってると思いますけども、こんな感じで終わりたいなと思います。いや、これでね、みんな、何するべきか分かったかい？はしご。はしご重要だよ。ほんでね、端っこ、行かないように。ただ、それだけだ。それだけ守れば、結構簡単に倒せるみたい。いやー、また次ですね、ちょっと装備整えて、またね、別のところ、ね。向かってみたいなと思います。それでは本日はこんなところでね。皆様応援ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。